おはようございます。それではですね、今回は、981ボクスターの、ですね、パーツですね、今回は、TWL さんのですね、 TWL カーボンさんの、リアのダックテールですね、カーボン製のダックテールについてちょっと紹介したいなと思います。今回ね、ちょっと Facebook で、の方でですね、TWL カーボンさんの、スタッフの方とですね、Facebook でちょっと、フォローいただきまして、ちょっとそれもきっかけであったんですけれども、このカーボンのですね、スポイラーをちょっとね、買おうと思って、台湾から、ちょっと取り寄せをしました。で、価格はね、113,000円。で、あとね、輸送費が、1万ぐらいかかるんですよね。ちょっと輸送費がね、高かったなってちょっと思ってるんですけども、だから大体12万ぐらいかの、代物になります。で、私もね、過去にカーボンの S2000 でカーボントランクとか、カーボンハードドップ、それからカーボンボンネットですね。あれはね、無限のやつなので、無限のやつかな。カーボンボンネットは無限のやつで、トランクに関しては ASM か。なのでね、ドライカーボンなんですよね。だ結構そのカーボンに対するこだわりって、僕自身も強くて、なかなか何て言うんでしょう、こう、素材まで、ちゃんとしたね、カーボンというのがなかなかなくて、ポルシェなんかもですね、いろいろ探してるんですけども、なかなかクオリティの高い、ものがね、なかなかなくて、ドライのものがあればいいんですけどね、ドライのものもなかなかなくて、で今回これね、バキュームカーボンとかっていう素材なんですけど、ちょっと見る感じでいくとね、どちらかというとね、多分ウェットなのかな、ウェットカーボンになるんですかね。このように裏を見ればね、分かるんですけど、ドライだと裏もね、ちゃんとこういった素材になっているので、バキュームカーボンだから多分あれですね、バインダーを裏の接着剤かなんかで、バキューム真空引きして、で凝固させて固めてるものなんだろうと思うんですけどね。だから熱が入ってないからどうなんでしょうね。ただ結構うまくできてるなという感じがしますし、あとこれのいいところはね、クリア塗装したままでこの11万3000円という価格なので、カーボンパーツとしては、割とこう、リーズナブルというか、多分これドライで作っちゃうと、多分20万とかかかっちゃうんだと思うんですけどね。なかなかね、カーボン素材のものがね、なくて、ちょっと試しにね、買ってみたというところですね。これ TW カーボンさんの。ですね。はい。で、ダックテールがね、もともとちょっと欲しくて、なかなかいろいろポルシェ911デザインとか、ヤフオクだとか海外のサイトとか見てたんですけども、なかなか本当にカーボンのものっていうのはなくて、で一応値段とね、あとその何て言うんでしょう、このクリア塗装とかそのまま使えるもので何かないかなと。あとはその純正スパイダーのやつですね、使おうかなと思ったんですけど、スパイダーのやつだとマウントが、ちょっと違ったりとかするらしくて、一応可動式のようなんですけれども、ちょっと実際には981ボクスターと981スパイダーってちょっと構造上違うらしいんですよね。なんかそのままポン付けはできないらしいですね。それをディーラーさんでやってもらってもいいんですけども、非常に金額的にはマウントとかも、あと格納するユニットとかモーターとかその辺なんかも多分変えないといけないようなので、そのままポン付けはなんかできないようですね。ポルシェセンターで話を聞いた感じだと、スパイダーのものがそのままポンとつくのかというとなんかそうじゃないらしくて、で、ちなみに塗装だけで、スポイラーだけの話でいくと、ポルシェセンターのでの話見積もりでいくと、大体その塗装入り込みで18万ぐらいと、その時言われてたんですけども、実際それはちょっとなんかつかないらしいです。はい。で、あと余談ですけども、あとはこの辺のあれですね、ここにゴムがつくんですけど、ゴムのマウントがここにちゃんとつくようになってますね。
あとこれは何だろうな、これが水抜きの穴なのかな、何もつかないんですけどね、ここはまあとにかくマウントがつくというような感じのものですね。純正のあのスポイラーをちょっと外した後なんですけども、まあ、このようにね、マウント、付属のこのマウントですね、これをね、これがあの新しいあの TWL カーボンさんの専用のブラケット、これをね、つけないといけない。で、付け方はね、YouTube にも書いてあるんですけれど、実際これ見てみると、そのままポンってつけちゃうとね、多分ここが当たっちゃうと思うんですよ。で、今ちょうど今、スポイラーを上げてある状態なんですけれど、この状態で、まあ、ブラケットつけないでね、一回、この、何ですかね、ブラケット、これですね、これ自体をちょっと一回下げないと、下げて、で、位置合わせをして、もう一回上げるっていう作業をしてからつけないと、多分当たっちゃうと思います。これだけの、左右だけでもこれだけのクリアランスあるし、縦もこれだけのクリアランスあるんで、多分そのまま適当につけちゃうと、まあ、これ自体がバンパーに当たったり、あとは、ウィングなんかも、スポイラーなんかも、こういうところに、丹面にね、当たったりする可能性が、可能性というか、多分普通につけると多分当たるんだろうと思うんで、そこはちょっとね、注意してつけないと、まあ、いけないようですね。まあ、そこちょっと動画では言われてなかったので、まあ、ちょっとね、動画で言われてないところをね、ちょっとまあお話を今しているところにしました。じゃあ実際ちょっとね、つけてみたいなというふうにまあ思います。あとね、実際にまあこれを、この何て言うんですかね、ウィングのマウントっていうんですかね、ブラケットマウント下げて、まあ、ブラケットをこうあれですね、このバンパーとちょっとまあつらつらじゃないけど、まあ一番下げた状態でやってみました。だからこの状態で合わせとかないと、まあ、当たることはないのかもしれないですけどね。まあ、この状態で、まあ、ちょっとこう手でこう合わせた上で、まあ、ちょっと慎重にね、位置合わせしないと多分当たっちゃうかなと思うんで、こういうところに、いうところがありますので、とりあえず今この状態にセットしました。実際にね、この取り付けのジグ、はめてみたんですけど、ちょっとね、穴がね、ずれてるんですよね。ここちょっとね、ドリルでもう一回ちょっと開け直さなきゃいけないですね。こっちは大丈夫なんですけれど、ちょっとね、やっぱり、穴の精度が、ちょっとこう、いまいちかなと、まあ、いうような、状況ですね。まあ、ちょっとつけ、まあ、ちょっとここをちょっと一回穴を開けて、まあ、つけてみたいなというふうに思います。でね、実際にね、ちゃんとこう合わせたんですけど、やっぱりね、これウェットカーボンで、やっぱり穴